JR 東日本の多くの駅で使用されている発車ベルスイッチ発車ベルとは、鉄道駅において乗降中の利用者に列車が発車すること、その他の合図をベル音によって伝えるためのシステムである。電令合図、電令とも言われる。鉄道事業者によっては合図を行う音をベルではなくブザーをの形態で採用している事例もある。ブザーの場合は発車ブザーとも称される。 本校では発射ブザーについても記述する。鉄道事業者によっては、連続して音を鳴らすことのできる発射ブザーを使用しているが、これについても同じ理由で使われるため、本校では発射ベルと発射ブザーの説明を共通化している。発射ベル及び発射ブザーは、車掌及び駅係員が、ホームに備え付けのスイッチや携帯しているリモコンによって鳴らす。 これは停止ボタンのあるものと一定時間で自動的に止まるタイプとがある。日本国有鉄道をはじめとして電子音が普及する前は目覚まし時計のようにじりじりと音半連続式で音が鳴るベルを使っていた時期が長い。東海道新幹線でも開業当初はこの発車ベルであった。一方で低都高速度交通営団では基本的に発車ブザーを採用していた。 発車ベル及び発車ブザーにおいても、上りホーム用と下りホーム用とで音程などが違っていたり、鉄道事業者によっても音色に違いが見られる。JR グループや東京地下鉄など一部ではこれをメロディーにしている。その他の鉄道事業者でも採用事例がある。詳細は発車メロディーを参照。鉄道が日本で最初に開業した際には笛や鐘を使って発車の合図に用いていたが、 鉄道利用者数の増加に伴い多くの乗客に発車を周知させるには難点が出てきた。そこで1912年1月8日に上野駅に発車ベルを設置。これによって発車を周知することにした。後に発車ブザーを採用する鉄道事業者も現れた。電令合図の操作法一覧車両に設置された電令は乗客の乗降が終わり。 発射が可能であることなどの状況を車掌と運転士の間で伝え合うためのものである。伝令で合図することを伝令合図といい伝達内容によって打ち方が決まっている。通常は発射を運転士に知らせる目的で用いるが停電が起こった際や停止位置の訂正を求めたり、それを承知したり取り消したりする際にも用いる。なお、伝令はモールス信号に近い方法で操作する。 そして、詳しい状況の連絡が必要な場合は車掌を伝令で呼び出して、伝えたり電話を取ってほしい旨だけを伝令で伝え、詳細は車両に装備されている電話で伝え合うこともある。路面電車ではかつて金が使われ、またその合図の音から、路面電車のことを、チンチン電車と呼ぶようになった。私鉄においては、関東と関西とで、伝令の音色が異なり、名古屋を境に、 関西ではベルオンと関東ではブザーに分けられるが、広島電鉄のように西日本でもブザーを使用する例もある。名古屋鉄道では以前タンダベルオンによるものを300系以降の新造車においては電子ブザーへと変更になった。なお、ベルの場合はタンダベルとレンダベルトの2種類があり、事業者によっていずれかが採用されている。中には阪神線系電車のように阪神難波線と 近鉄奈良線を相互直通運転する車両には、タンダベルとレンダベルの両方を搭載している事例もある。関西の鉄道事業者では、近鉄、京阪、京都市交通局がタンダベルを南海、阪急、阪神、山陽、大阪市高速電気軌道、北大阪急行、神戸市交通局、北上急行がレンダベルを使用している。ありがとうございます。